皆さんこんにちは、ゴーキエノリです。今日は35の質問に答えていきたいと思います。よろしくお願いします。ゴーキエノリの木っていうのは、僕5人兄弟の末っ子で、最後の子っていう、もう末っ子っていう意味を込めてゴーキエノリの木っていうのが付けられて、ちょっと特別なんですけど、僕たちそのお寺の先生の方に付けてもらってた、特別な名前になってます。一番多いのは木とか木へっていうのが多くて、前のチームで特別呼ばれてたのはキャーノリとかなんて呼ばれても、僕は、はい、嬉しいです。まあラグビーとはちょっと違うスポーツになるんですけど、プロ野球の西武の森友哉選手によく似てるっていう風に言われます。はい、このチームでもよく似てるって言われる人がいて、それが尾崎誠也さんなんですけど、はい、それもよく似てるって言われて、最近散髪したんですけど、余計お前に似せていったっていうのが、はい、言われてます。実はそうです、兄弟で、先ほど5人兄弟って言わせてもらったんですけど、僕が5なんで、ゆきおの方は3なんで、はい、兄弟でやらせてもらってます。好きな食べ物はもうずっとちっちゃい時からなんですけど、卵がすごい好きで、卵単体も好きなんですけど、もう母親が作るその卵かけご飯がもう一番好きです。はい、まあ、最近ちょっと克服しだしてはいるんですけど、トマトが結構苦手ですね。それ以外はあまりないんですけど、ちょっとトマトは苦手です。はい、ビールはよく飲みます。あとはハイボールも好きなんですけど、一回幸男に潰されて以降、ハイボールは苦手かな。まあ、基本的にはずっとビール飲む人ですね。はい、最近その自分の中で流行ってるというか、そのブームが来てるのはカオルエールが飲みやすくて好きです。まあ短所にもなるのかなっていうのはあるんですけど、もう負けず嫌いっていうか、全てにその勝負にこだわるっていうか、負けたくないっていうので、まあ負けず嫌いなところとタフなところ、長所と思いたいですし、これからもうどんどん伸ばしていきたいところです。はい、長所のところでも言わせてもらうと、負けず嫌いのところで勝負にこだわりすぎて、もう一つにこう集中してしまいすぎで、周りがなかなかこう見えなくなるっていうのは短所なのかなっていうのは、はい、あります。ワイルドスピードはずっとそのもう初期の時からずっと見てきてて、すごいあれは心にこうグッてくるっていうか、結構好きですね。高校生の時にその人の好きになるきっかけがあったんですけど、まあ、その女性小島瑠璃子さん、全国大会の時に五星実業さんに負けた後にインタビューさせていただいたんですけど、それが終わってから裏でお疲れ様でした、よく頑張りましたねっていうのでキュンキュンしてしまって小島瑠璃子さんは結構自分の中では好きです、はい、本骨最新っていう四文字熟語になるんですけど、もう自分の身を骨をもう粉にするぐらい、その自分はどんだけぐちゃぐちゃになってもいいから、もう仲間をもうサポートするっていうか、みんなのために体張り続けるっていうのは自分の中ですごい大事にしてて、まあ、それも父親がよく言ってたんですけど、もうお前の体はもうどうなってもいいから、もし仲間がしんどい思いとかなんかされてるなら絶対守れっていうのは、もう本当にちっちゃい時から言われてたんで、それを今大事にやってます。自分の地元は兵庫県の尼崎市っていうところで、いい町で、まあ、その中でも自分の母親が自営業してまして、もともとはたこ焼き屋でたこみつっていうので、はい、そういうお店をやってるんですけど、まあ、今もこのたこ焼き屋で始まったお店が粉もん屋とか、もう居酒屋みたいな、酒も置き出して駄菓子もあってみたいな、今もう何屋か分かんないですけど、もうなんか何食べても美味しい。はい、まあ、ラグビーしか今までしてこなくて、僕5歳の時から年中さんからラグビー始めさせてもらって、尼崎ラグビースクールという出身なんですけど、小学校1年生と小学校6年生以外県大会も全部優勝させてもらって、3年生4年生の時とかはもう本当に練習試合公式戦全部含めて負けたことないというか、練習試合ですら棄権されるぐらい強いチームやって、まあ、自分も周りよりも体がでかくて誰にも負けないっていうか、そうしてました。そうですね、今で言うまあ、日本語が正直多分あんまり周りの人と比べて下手くそだと思うんですけど、それも国語がすごい苦手で、まあ、読み書きもそうですし、兄弟が多いっていうのもあって、母親がその本読みとかも宿題みんな聞いてるようで聞いてないんで、僕らもうめっちゃ適当に読んでってなってやってきたんで、それのせいでちょっと日本語が
下手くそなんかっていうのはありますね。小学校1年生の時に同じラグビースクールの子がに恋しながら厳しいコーチがいたんですけど、その子がいたから頑張れたっていうのはありました。はい、やっぱずっと僕はお兄ちゃんの背中を追いかけてやってきたんで、森川幸雄もそうですし、同じ全チームでチームメイトやった四男の三輪助っていうのも、兄貴は自分にとってはずっと尊敬というか目指す選手っていうのはあります。はい、結構ほんま王道にはなると思うんですけど、どこでもドアっすね。どんな局面でもその自分を楽しませるっていうか、もうずっと楽しんできたんで、あんまりここに戻りたいというよりかは今を見てもうずっと楽しくやらせてもらってます。これは本当ちょっと自信あるんですけど、もうくっきり二重の目です。そこなの。目はちょっとこうもうキラッキラの、あ、クリンクリンの。確かにしっかりと。ちょっとそう惹かれるかもしれないですけど、家族のことめちゃくちゃ好きで、ずっとみんな死なんと生きていてほしいですね。誰一人欠けることなく、7人家族なんですけど、もう誰一人欠けずにもうずっと幸せの、はい、なかなか東京いたり三重いたり兵庫いたりって今はバラバラなんですけど、やっぱ会えた時の喜びっていうか、その勝手にこうワクワクしてくるっていうか、っていうのがやっぱ忘れれないっていうか、やっぱ大好きで、はい。もう一個いいですか。こじるりさんに会いたいです。今めっちゃその家族のことで真面目に話させてもらったんですけど、欲張って2個言うなら2個目はこじるりさんに会いたいです。まあ家族みんな共通して同じそのお守りをずっと首からかけさせてもらってると、そうですね、持ち歩いてます。よく言われるのが綺麗好きっていうのを言われてて、最近ちょっと母親の影響かわかんないですけど、実家がすごい観葉植物が置いてて、それをちょっと僕も惹かれて観葉植物置いたりとかをしてます。エイジアエンジニアさん の, 絶対負けないっていう歌で、負けず嫌いのとこから多分来てると思うんですけど、もうそれ聞くとやっぱもうぐわーってテンション上がってくるっていうか、それは絶対聞きますね。トップリーグの初めて初キャップの時はやっぱ何ですか、何とも言えない、結構試合っていうのは、まあ、各グレード高校大学と公式戦っていうのは経験してきましたけど、やっぱまた違う感覚っていうか、ワクワクっていうのか緊張なのかっていうのはあったんですけど、やっぱそこは、はい、特別な時はありました。まあ、ここに来た時にもうしっかりと自分の中で腹くくって勝負しに来たんで、まずはしっかりと同じポジションの中村俊太さん、北出さん、堀越さん、すごいレベルの高いみんな代表経験があるこの3人をしっかりと抜かして、自分がサントリーのスタート2番にしっかりとまず出れる努力をして、その先日本代表でもしっかりと2番つけて日本をしっかりと背負って戦うっていうのは勝負したいところです。はい、自分の夢2つありまして、まあ、日本代表に入りたいっていうのと、まあ、その先で指導者になりたいっていうところで、まあ、その2つの夢の実現に向けて近道は絶対ないと思うんですけど、自分を成長させたりとかいろんな将来の幅を広げるにはサントリーサンゴリアスっていうのはすごい魅力あるチームだったと思うんで、そこで決心させてもらいました。まあ、東京サンゴリアスに、今期から入団させていただきました、ゴーキエノリです。はい、まあ、その理由としても、まあ、自分はグラウンドに立てば本当に熱さを前面に出した、闘志むき出しにしたプレーっていうのは自分の特徴だと思っているので、もうそこをしっかりと見ていただいて皆さんもワクワクしていただけるかなっていうふうに思うので、あえて自分自身を一押しさせていただきます。はい、そうですね、自分の夢の一つで指導者になりたいっていうのはあるので、指導する、コーチであったりとか監督っていうのは目指したいところです。はい、まあ、今こういう、まあ、コロナ禍っていう大変な時期なんで、皆さん最近はマスクっていうのはすごいつけてあるんで、もうむしろ全部もうフルフェイスのマスクにして、目と口だけは息できるようにしっかりとキープした状態で、そのフルフェイスに選手自身のその顔のペイントをされたような
そのフェイスマスクっていうのはいいんじゃないかなっていうのは思います。一言で言うと、まあ、体格関係なく、まあ、小さい人大きい人いると思うんですけど、そのグラウンドに出れば自分を表現できるっていうところで、そういった面はすごい魅力かなっていうのは思います。はい、まあ、この、目標はもう絶対に初代チャンピオンになるっていうのは絶対叶えたいところで、まあ、そこに対して自分がどれだけそのこのチームに貢献できるかっていうところで、まあ、グラウンドに出れば絶対にアッツァー投手むき出しに絶対貢献したいと思ってますし、まあ、グラウンドだけじゃなくてグラウンド内外で自分の魅力とかそのチームの魅力を高めれるようにはしていきたいです。はい、自分はグラウンドに出ればしっかりと熱いプレー、投手むき出しのプレーっていうのをやりたいと思ってるんで、まあ、そこで皆さんも一緒になって熱く応援していただければ、自分自身 もっともっと熱いプレーっていうのはできると思うんで、まあ、こういうコロナ禍の状況で難しいところではあるんですけど、僕自身も一生懸命頑張るんで応援のほどよろしくお願いします。